自分の弱点は何だと思います？うんうん、いやもうありすぎてそんなのなんでいきなり聞くのって？<laughs> もうそれ大竹さんそんなの私に聞いて気に気にもしてないのになんかお会いするで聞いてますよね今。でよお会いする。別に弱点ってね <laughs> あのこういうところが弱いっていうのねう別になんかこうお会いするお会いすで聞くわけじゃないけど、うん、こうあのまあタックルなんかでも、うん、あの人の話。 いやんかそういう最近年取って思うのはそんな真面目な弱点じゃなくて男に弱いとか男に弱い人に騙されやすいとかそういう純真目なのが弱点でありしかしながら人間って誰もそうなんですけどちょっと待って騙されやすいってそうですよほんにそうですよいや俺も自分じゃもう見えでも結構騙されやすいと思うんだけどう。騙されやすい騙されなないいみた いいやいや 2>, 2人ともそう見えますけどね <laughs> <や>絶対騙されない代表みたいないやなんかこう言うと誰か何かを言うと、うん、あそうなんだってすぐこう信じちゃうっていうのはありますよねだからまあ男に弱い騙されやすいっていう弱点を合計すると男に騙されやすいっていう話になるんだけどもそ,うだ、ね、そうなんだ、うん、ただやっぱりどの人間もその人のって騙されやすいのこれやすいのどっち これはそこはないんです。で、たま、そう、だから、たまには変な男がこう虫がつくようについてくることが。寄ってくるんですね。いや、でも、あれでしょ変な男はどっちかと、好き、好きなんじゃない。そのまともな男って、なんか面白いと思ってない。え、そうです。まあ、どちらかといえば、こう個性の強い人。で、あの前に何かの番組で、私は男を見るときに、一つしか見ないんだと、好きなタイプっていうのは。 もうこの人と寝れるかどうかしかし見ないんだっって言ったらその瞬間なんか視聴率が上がったみたいですごいなんか喜ばれてあとででもすごいそれが不思議だったのがだ,だってみんなそうでしょあのはっきり言うけど日本の女性もあまりはっきり言わないけどやっぱりそういう みんなそうだよ。みんな結局寝たいかどうかっていう。うん、んまあまあまあ。<laughs> いいよね。確かに。こは大事ですよね。そう大事です、ね。ヘミもそうや。これい。い私, <laughs> 私が寝たいかどうかっていうとまだ、うん、問題あるでしょ。いやでもどっちかっていうと若い時からこ <laughs> の中ではそんな風に寝れないと困りますよね。うん それは唯一優先的な条件男女関係ではつまり例えばんか人がいいとか尊敬できるとかんかよく言うじゃない話が合うなぜ好きになりましたかって思っちゃうそれってさんか友達とか尊敬できる私尊敬できる先生方いっぱいいるし学生の人とかある日常生活でもこの人本当尊敬できるあと話が合うんであれば女友達とかそういう友達とか こうおしゃべりしながら本当に楽しいって思うこといっぱいあるし、だからその男性ではない人間関係によって満たされる部分っていうのはすごいあるんですね。えー、ただやっぱり本当に最後それでも人間がその孤独な部分っていうのはあるじゃないですか。その孤独なその自分の縄張りの中にやっぱり一瞬たりともこう出し入れできるこう関係というか、非常に強いコミュニケーションっていうのは結局。 あれしかなしよく日本にいるとすごくタブー視されるんだけど私はもう本当数少ない経験で本当恐縮ですがやっぱり素晴らしいと思いますよ男女の関係それはキムさん韓国の方だからこういうふうにはっきりおっしゃるのそれともキムさん自身の 性格があって私何度もだから申し上げてるんですが私は韓国でも浮いてました韓国代表ではないですからお願いだからみんなそう思っちゃ韓国人女性を見ないで日本で韓国の人がそうやってテレビで話してそのことってオールマイティーにやっぱ感じちゃうじゃ韓国の人もそういうふうにみんな持ってるのかなっていうそうじゃないのね浮いてるのね浮いてるのね。 もっとこうおしとやかでしたたかでまあこう私なんかそういう意味ではすごい短期だし場当たりだしだから騙されやすいんですでもたまに言って韓国でたまに感じるのはやっぱしんかこうなんか。 結構気強いい女の人も多気が強いっていうか向こうの人はやっぱり非常にこう競争を厭わないというかそういう意味ではこうファッションもそうだし何でもそうなんだけどこう非常にこう序列。 的に物事を捉える習性っていうのののののはこれは韓国の人たちあ一つの特徴ですよね、うん、日本の場合こう多様性っていうふうに言う、うん、こっちにまあ表向きですよどっちも。うん、あれだけれどもまあ多様性があると、うん、実際はやっぱり多様性はあるけど権力もあるんですよ、はい、<laughs> その多様性をコントロールする権力もあるけどあえてその権力を追求するよりはこの多様性の中で和を保とうというのがまあ日本社会の一つのありようだとすれば。うんうん、韓国の の場合はその和を保つことよりもこの全体をコントロールするその権力の方によりこう一体化する近づいていくそれこそが正義だっていう考え方だから分かりやすく言えば日本の場合はとにかくその決められたルールをみんなものすごいよく守るルールを守ることが実際一番大事なんですよね韓国の人はルールを守ることが大事なんじゃなくてこのルールが妥当かどうかを問いかけるその正当性を投稿 の方が大事でもその正当性を問いかけ続けてると、うん、いつまでたっても拉致が開かない <laughs> <laughs> っていう問題点はある、うんうん、日本の場合はルールをみんな守るんだけどそのうちになんでこんなルール守ってんのかよく見えないところもあるっていうあんでそういうそんな感じで、ね。も上に あの人より上にみたいななことが強く日本の女性なんかまあ辺見なんかやっぱり見てるとやっぱりその決められた枠の中でもうみんな悪戦苦闘してるというかこのルールの中に縛られまくってなんかこう。 いやただ、じゃあなんでそういうふうになったのかっていうのをなんかもうこれは施策でも何でもなく直感的に思えば日本の場合いろんな組織を一つ見てもね実はその権力っていうか力が非常に分散していてお互いを牽制しながら何かその集団的な権力を作ると。まあ、いわゆる空気ってやつも実は仕組み 的にににはあの単純にそういういなってる、うん、だから別にその社長がいたとしてこの人がワンマンで全部決められるかっていうと実際本当の,その日本型のちゃんとした組織っていうのはそういうふうになってなくて、うん、まてよくも悪しくも誰が実際の本当の全て100%権力を握っているのかっていうとそんんなな人は存在しないんですよね一つお聞きしたいのはね、うん、こう日本と韓国、はい、これだけ近い国にあって、うん、まあアメリカと、まあ、両方ともね安保を結びつつ このアジアだけで共同していかなくちゃいけないわけだよ、はい、にもかかわらずそのまあ一部ではあるけれどもこの日韓関係がうまくいかないでずっとこの遠くて近く気に入って言われてるこれ。 日本人と韓国どうしたらいいですか一部っていうか、うん、今、一番問題なのは政治権力ですよ、だから安倍政権と朴槿恵政権、この政権がお互い、まあ、実際、本音として歩み寄る気がほとんどないんじゃないかと、ただその、なんていうのかな、その政治権力のぶつかり合いっていうものも含めて、うん、私はすべての葛藤というのは、近隣諸国だから起きうる話だっていう、この前提をまず捉えなきゃいけないと。 がなぜ中国や北朝鮮や韓国との間で起こるのかっていうと日本と一番近い国だからであって例えば南米の国とかそういう国々が日本に対して何か歴史認識問題を提起するとかあの反日的な姿勢に出るとかそういうのないわけそもそも関係がないから。 近いから起こっている問題で近いから歴史もよくましくも多くを共有している、うん、そんなことさえ忘れなければ、うん、私はこれも一つの,あの、うん、流れの一つであって必ずまた良くなります。 <laughs> 中長期的に見れば。離婚しきれないい夫婦みたいにこ,れからもこいやだからなんか今の状況って、うん、結局引っ越しもできない夫婦が同じ家に住みながらいがみ合ってるような状況じゃない、うんうん、で離婚もできないんですよ離婚したって同じ家に住み,住み続けなきゃいけない隣の部屋に住み続けなきゃいけないわけだから、うんうん、そういう時に大人として何がその賢いその選択なのかっていうと、うん、やっぱり話し合って相手は何を考えているのか、うん、少なくとも相手を知るってことですよね。うん、今 お互いがあまり知らないままうん、うん、メディアの情報だけでそのイメージだけを膨らませているもれいこれまだ一番大きな問題ですね。 時間があっという間に。えっと、もう過ぎてしまいましたけども。男の関係ももうちょっと聞きたかった。そうですね。そう気になりました。その時間で朝鮮戦争を食っちゃったわけです。改めて、キム・ギョンジュさんのご本を、そうなんです。ご紹介したいと思います。反の国、韓国、なぜ日韓は噛み合わないのか、小電車新書より842円で発売中なんですけれども。はい。ちょっとご本の内容の方を。結局、いや、きっかけはですね、 日韓関係ってこう理屈とか論理とか正義とか、そういう話をいくらしても話は噛み合わないんですね。はい、で理屈っていうのはそもそも日韓のみならず、どんな話題であれ、相手を説得したり論破することはできるけれども。本当の意味での共感というものには、あの近づかない。えー、だからそれよりは、もうちょっとこう感性というか、共感を呼ぶ。何らかのアプローチが必要であると、その場合はやっぱりその物事の考え方や文化というものが、よりわかりやすい。 で日本の文化を語る上では和というキーワードがあるわけですね和の国っていう日本皆さん自らも意識してらっしゃる同じような意識自らを意識する単語として韓国にあるのは反っていうのは日本語でで書くと恨みってうんすだから反と書いて恨みというもだから韓国は恨みの国でしょっていうけど実は語源はそうではなくって一つであり 正確な中心であり完璧な状態を指す韓国人は常にこれを追求するだから現実的ないめ合いや論戦も厭わないというまあそれをちょっとこう比較して書いてみた本ですねナッツ姫もねその延長線上にある問題なんだろうね書いてますそこにその辺も書いてあるということでぜひ 見ていや、反の国、韓国、はい、なぜ日韓はかみ合わないのか、一番問題なのは政治権力ですよ、うん、だから安倍政権と朴槿恵政権、この政権がお互い、うんまあ、実際、本音として歩み寄る気がほとんどないんじゃないかと、うんうん、ただその、なんていうのかな、その政治権力のぶつかり合いっていうものも含めて、うんうん、私はすべての葛藤というのは、近隣諸国だから起きうる話だっていう、この前提をまず捉えなきゃいけないと。から例えば歴史認識問題、うん がなぜ中国や北朝鮮や韓国との間で起こるのかっていうと日本と一番近い国だからであって例えば南米の国とかそういう国々が日本に対して何か歴史認識問題を提起するとかあの反日的な姿勢に出るとかそういうのなるわけそもそも関係がないから。 近いから起こっている問題で近いから歴史もよくましくも多くを共有している、うん、そんなことさえ忘れなければ、うん、私はこれも一つの流れの一つであって必ずまた良くなります。 <laughs> 中長期的に見れば。離婚しきれないい夫婦みたいにこ,れからもこいやだからなんか今の状況って、うん、結局引っ越しもできない夫婦が同じ家に住みながらいがみ合ってるような状況じゃない、うんうん、で離婚もできないんですよ離婚したって同じ家に住み,住み続けなきゃいけない隣の部屋に住み続けなきゃいけないわけだから <laughs>、うん、そういう時に大人として何がその賢いその選択なのかっていうとやっぱり話し合って相手は何を考えているのか、うん、少なくとも相手を知るってことですよね。うん、今 お互いがあまり知らないままうん、うん、メディアの情報だけでそのイメージだけを膨らませているもれいこれまだ一番大きな問題ですね。 もう時間があっという間に過ぎてしまいましたけども男の関係ももうちょっと聞きたかったそうですねそこ気になりましその時間で朝鮮戦争を行ってっちゃったわけで改めてキム・ギョンジュさんのご本をご紹介したいと思います「藩の国韓国なぜ日韓は噛み合わないのか『小電車新書』より842円で発売中なんですけれどもちょっとご本の内容の方を結局いやきっかけ はですね日韓関係ってこう理屈とか論理とか正義とかそういう話をいくらしても話は噛み合わないんですねで理屈っていうのはそもそも日韓のみならずどんな話題であれ相手を説得したり論破することはできるけれども本当の意味での共感というものには あの近づかない、うん、だからそれよりはもうちょっとこう感性というか共感を呼ぶ何らかのアプローチが必要であるとその場合はやっぱりその物事の考え方や文化というものがより分かりやすいんじゃないか。 で日本の文化を語る上では、まあ、和というキーワードがあるわけですね、うん、和の国っていう、まあ、日本皆さん自らも意識してらっしゃる、うん、同じような意識自らを意識する単語として韓国にあるのは反、うん、っ,っていうのはこう日本語で書くと恨みっていうんですだから、うん、反と書いて恨みというだから韓国は恨みの国でしょっていうけど実は大体はある日本の場合はルールをみんな守るんだけどそのうちになんでこんなルール守ってんのかよく見えないところもある韓いう,<スペー>うんそんな感じ その序列みたいなことをあの人より上にみたいなことが強くなるうん、うん、でも日本の女性なんかはまあヘミなんかやっぱり見てるとやっぱりその決められた枠の中でもうみんな悪戦苦闘してるというかこのルールの中に縛られまくってなんかこう。 いやただじゃあなんでそういうふうになったのかっていうのをなんかもうこれは施策でも何でもなく直感的に思えば日本の場合いろんな組織を一つ見てもね実はその権力っていうか力が非常に分散していてお互いを牽制しながら何かその集団的な権力を作ると。まあ、いわゆる空気ってやつも実は仕組み 的にににはあの単純にそういういなってる、うん、だから別にその社長がいたとしてこの人がワンマンで全部決められるかっていうと実際本当の,その日本型のちゃんとした組織っていうのはそういうふうになってなくてまてよくも悪しくも誰が実際の本当の全て100%権力を握っているのかっていうとそんんなな人は存在しないんですよね一つお聞きしたいのはね、うん、こう日本と韓国、うん、これだけ近い国にあって、うん、まあアメリカと、うん、まあ両方ともねこう安保を結びつつ このアジアだけで共働していかなくちゃいけないわけだよ、はい、にもかかわらずそのまあ一部ではあるけれどもこの日韓関係がうまくいかないでずっとこの遠くて近く気に入って言われてるこれ。 日本人と韓国どうしたらいいですか一部っていうか、うん、今、一番問題なのは政治権力ですよ、だから安倍政権と朴槿恵政権、この政権がお互い、うんまあ、実際、本音として歩み寄る気がほとんどないんじゃないかと、ただその、なんていうのかなそ、政治権力のぶつかり合いっていうものも含めて、うん、私はすべての葛藤というのは、近隣諸国だから起きうる話だっていう、この前提をまず捉えなきゃいけないと。 がなぜ中国や北朝鮮や韓国との間で起こるのかっていうと日本と一番近い国だからであって例えば南米の国とかそういう国々が日本に対して何か歴史認識問題を提起するとかあの反日的な姿勢に出るとかそういうのないわけそもそも関係がないから。<laughs> 近いから起こってる問題で近いから歴史もよくましくも多くを共有している、うん、そんなことさえ忘れなければ、うん、私はこれも一つの流れの一つであって必ずまたよくなります。うんうんうん <laughs> 中長期的に見れば。離婚しきれないい夫婦みたいにこ,れからもこいやだからなんか今の状況って、うん、結局引っ越しもできない夫婦が同じ家に住みながらいがみ合ってるような状況じゃないんで離婚もできないんですよ離婚したって同じ家に住み,住み続けなきゃいけない隣の部屋に住み続けなきゃいけないわけだから、うんうん、そういう時に大人として何がその賢いその選択社長がいたとしてこの人がワンマンで全部決められるかっていうと実際本当の,その日本型のちゃんとした 組織っていうそういうふうになってなくってよく、うん、も悪しくも誰が実際の本当の全て100%権力を握っているのかっていうと、うん、そん一つお聞きしたいのはね、うん、こう日本と韓国、うん、これだけ近い国にあって、うん、まあアメリカと、まあ、両方ともねこう安保を結びつつ、うん、このアジアの中で共存していかなくちゃいけないわけだよ。はい、にもかかわらずその、まあ、一部ではあるけれどもこの日韓関係がうまくいかないで、うん、ずっと ずっとこの遠くて近く気に入って言われてるこれ。 日本人と韓国どうしたらいいですか一部っていうか、うん、今、一番問題なのは政治権力ですよ、だから安倍政権と朴槿恵政権、うん、この政権がお互い、まあ、実際、本音として歩み寄る気がほとんどないんじゃないかと、ただその、なんていうのかな、その政治権力のぶつかり合いっていうものも含めて、うん、私はすべての葛藤というのは、近隣諸国だから起きうる話だっていう、この前提をまず捉えなきゃいけないと。 がなぜ中国や北朝鮮や韓国との間で起こるのかっていうと日本と一番近い国だからであって例えば南米の国とかそういう国々が日本に対して何か歴史認識問題を提起するとかあの反日的な姿勢に出るとかそういうのないわけそもそも関係がないから。 近いから起こっている問題で近いから歴史もよくましくも多くを共有している、うん、そんなことさえ忘れなければ、うん、私はこれも一つの流れの一つであって必ずまた良くなります。 中長期的に見れば。離婚しきれないい夫婦みたにこだからんか今の状況って結局引っ越しもできない夫婦が同じ家に住みながらいがみ合ってるような状況じゃないで離婚もできないんですよ離婚したって同じ家に住み続けなきゃいけない隣の部屋に住み続けなきゃいけないわけだからそういう時に大人として何が賢い選択なのかっていうとやっぱり話し合って相手は何を考えてるのか少なくとも相手を知るってことですよね。今 お互いがあまり知らないまま、うん、メディアの情報だけでそのイメージだけを膨らませている、うん、これまだ一番大きな問題ですね。なるほど、うん 時間があっという間にもう過ぎてしまいましたけども、男の関係ももうちょっと気さくそうですね。そこ気になました。その時間で朝鮮戦争を食っちゃったわけです。改めてキム・ギョンジュさんのご本をそうなんですご紹介したいと思います。韓国に韓国なぜ日韓は噛み合わないのか。ええ、小電車新書より842円で発売中なんですけれども、はい、ちょっとご本の内容の方、を結局いやあのきっかけはですね。 日韓関係ってこう理屈とか論理とか正義とかそういう話をいくらしても話はかみ合わないんですね。